皆さんこんばんは。競馬予想の時間です。今回の予想は阪神大賞典 G2 です。分析してみたところ、前走 G1 馬のアルアインとレイデオロに勝ち優勝したクリンチャーが騎手も変わり、武豊騎手との新コンビで挑む注目のレースです。今回は4歳馬世代で力をつけているクリンチャーから勝負したいと思います。で、 U の買い目なんですけどもこちらです。じゃじゃーん。毎度、6、8なので、里のクロニクルとクリンチャー、あと馬連も買います。6、8、ワイドと一緒です。で、3連複は6、7、8なので、里のクロニクルとレインボーラインとクリンチャー、こちらの3点で1000円ずつですね、勝負したいと思います。はい、では次に、名前でピンときた馬を遊び馬券で、勝負するコーナーです。こちらは単勝複勝100円ずつ勝負したいと思います。まず言いますね。中京4レース7番ベリーグー中京8レース4番ユーチェンジ、阪神8レース1番こういうヌレーフ阪神12レース15番何すんねんの4頭です皆さんの予想はいかがでしょうか。コメントでお待ちしております。では以上、競馬予想でした。終わります。